ケシュラ FK はアゼルバイジャンのバクーをホームタウンとするサッカークラブである。以前はインテルバクー PIK というクラブ名であった。1997年にアゼルバイジャンの私立大学であるハザール大学のチームとして創設されアマチュアリーグに参加した。1999から2000シーズンからアゼルバイジャンプレミアリーグに参加2003から04シーズンに4位になり、 UEFA インタートとカップ出場計を獲得した。UEFA インタートとカップでは3勝を挙げて、一つの欧州カップ大会で3勝を記録したアゼルバイジャンで最初のチームとなった。2004年夏にハザール大学のチームのすべての権利は新しく創設されたインテルバクルに移された。2007から08シーズンにプレミアリーグ初優勝。 2009から10シーズンに2回目の優勝を果たした。2015から16シーズンに UEFA ヨーロッパリーグで初めて予選3回戦に進出したが、スペインのアスレティックビルバオに敗れた。2017年10月28日にケシュラに解消された。2017から18シーズンにアゼルバイジャンクボク決勝でガバラ FK に1から0で勝利して初優勝を果たした。 ありがとうございます。